モノリシックカーネルおよびマイクロカーネルの OS の構成マイクロカーネルの概念図マイクロカーネルとはオペレーティングシステムの設計思想およびそのような OS のカーネル部の名称である。OS が担う各種機能のうち必要最小限のみをカーネル空間に残し残りをユーザーレベルに移すことで全体の設計が簡素化でき結果的にカスタマイズ性が向上し 性能も向上できるという OS の設計手法のことである。カーネル本体が小規模な機能に限定されるので、マイクロカーネルと呼ばれるが、必ずしも小さな OS を構成するとは限らない。マイクロカーネルの出現に伴い、従来型の OS をモノリシックカーネルと呼ぶようになった。マイクロカーネルの思想をさらに推し進めたナノカーネルも提唱されている。純粋なマイクロカーネルでは、 まずカーネル空間で提供される機能をメモリ空間の仮想化、プロセス制御、プロセス間通信に限定し、割り込みなどもすべて通信にマップする。その上で、ファイルシステムやデバイスドライバといった純カーネル機能をそれらのアプリケーションとして実装し、ユーザー空間で動作させる。場合によってはそれらの機能セットをサーバーと呼ばれる単位で複数動作させる。 このような形態を持つことのメリットは、などである。また一般にマイクロカーネルでは、資源の抽象度が高く、マルチプロセッサ対応やネットワーク等下の通信が、自然に実装できるため、大規模な資源利用には有利である。反面、あらゆる場所で、プロセス間通信を利用するため、機能相互のオーバーヘッドが大きく、モノリシックカーネルと同等の機能を実装した場合、 数パーセントから数倍のロスが出る場合がある。特にコンテキストスイッチのコストを避けるため必要な機能をカーネル空間に移し見た目上モノリシックカーネルのように動作させる場合もある。初期の OS のカーネルはコンピュータのメモリ容量が小さかったこともあって比較的小さかった。コンピュータの能力が成長するに従いカーネルが制御しなければならない。 デバイスの数も増えていった。それでも例えば当初のユニックスのカーネルはデバイスドライバやファイルシステムを含んでいても一般に小さかった。アドレス空間が16ビットから32ビットに拡大するとカーネル設計がハードウェアアーキテクチャに束縛されることがなくなりカーネルの成長が始まった。ユニックスカーネルの肥大化の端緒となったのがバークリーソフトウェアディストリビューションである。 それまでの OS の役割に加え BSD では複数のファイルシステムを追加し完全な PCPIP プロトコルスタックを備えネットワーク上で既存のプログラムを動作可能にする各種仮想デバイスが追加されている UNIX はファイルという概念でリソースを統一しファイルを扱う小さなプロセスをパイプで繋いで相互通信させることにより コンパクトかつ高機能な OS 設計に成功した。しかしその後の利用環境の変化に伴い、必ずしもファイルとして扱えないリソースが増加している。例えばネットワーク通信は、ソケットという概念で行われるが、ソケットはファイルではない。結果的に、後付けで似て、非なるコードが OS を肥大化させるという事態が発生したと言える。このような成長が何年も続き、 カーネルのソースコードは数百万行にまで肥大化した。結果としてバグが潜在している可能性が高まり保守の混乱さが増していった。マイクロカーネルはそのようなユニックスの再設計という観点から始まっている。理論上、マイクロカーネル設計はカーネルの一部だったサービス群をユーザー空間に切り出すことでコードの管理を容易にするとされていた。また、 カーネルモードで動作するコードの量を減らすことでセキュリティと安定性が増すと考えられた。例えば、ネットワークサービスがバッファーオーバーランでクラッシュしてもマイクロカーネルは影響を受けないのでシステム全体としては機能し続けることができる。OS がたくさんのコードからなることの直接的な問題点はといったものである。さらに、計算機資源の増大に伴いマルチプロセッサや 仮想メモリといったユニックス開発時に想定していなかった実装が出現しており、それらを含めた OS 概念のリファインが必要と考えられた。そこで大規模な資源と高速な通信を念頭に置いて、相互通信するプロセスによる協調動作というユニックスの発展理念に至ったのがマイクロカーネルである。ユニックスではファイルを中心概念としていたが、マイクロカーネルでは プロセスと通信に主眼を移し、割り込み合い、O といったあらゆる資源が徹底的に抽象化されている。そのような背景で1980年代に開発されたマイクロカーネルは既存の一体型カーネルを新たなシステムへ適用させるいくつかの試みを伴っていた。従来型カーネルに含まれていたデバイスドライバー、プロトコルスタック、 ファイルシステムや他の低レベルシステムを一度に新たに開発するため膨大な作業を伴い慎重なコード管理が必要とされたユーザー空間のプログラムとして実装されたサービスは通常のユーザープログラムのように動作するそのためそれらサービスの扱いが容易になっただけでなく残ったカーネル部分は副作用を気にせずに最適化することができるさらに言えば 共通の中核部の上に全く新たな OS を構築することも可能になり OS 研究にも寄与した。なお、この時古くなった計算機資源の再利用も考慮されていた。つまり移植性が高くコンパクトな OS を使えば旧式のシステムであってもネットワーク上に接続して資源として活用することができるという考え方である。1980年代には 初期のローカルエリアネットワークが登場しており、マイクロカーネルは非常に有望な技術とされていた。カーネルの機能をユーザー空間に分散させる機構を使えば、システムをネットワーク上に分散させることも可能だからである。マッハなどの初期のマイクロカーネルは性能に問題があることが判明したが、それよりも利点が大きいとみなされ、1990年代末まで、 OS 研究の中心となった。実際に実装されたマッハでは当初の予想通りコード量の削減には成功した。抽象度が高く見通しの良いマイクロカーネルはトレンドとしては妥当であり、この時は将来有望なものとみなされている。しかし、その間にコンピュータの性能がネットワーク性能に比べて格段に向上し、 マイクロカーネルの性能問題は開発の容易さという利点を考慮しても無視できなくなった。既存システムを性能向上させる様々な試みがなされたが、オーバーヘッドが常に問題となり、性能向上のためにはユーザー空間のプログラムとなったサーバーをカーネルに戻す必要があった。2000年までにマッハのような大規模な試み放されなくなったが、オパンステップが採用した。 ザヌーというマッハカーネル改良版は、ダーウィニアマックスで採用されている。2012年現在、マッハベースの GNU ハードも機能しており、それを採用した、アーチリナックスとデビアンのテスト版も進行中である。マイクロカーネルの大規模な研究は下火になったが、研究開発は続けられた。初期のマイクロカーネル設計における、性能問題の多くは、 コンセプトの根本的要件によるものではなく、単一用途のシステムで可能な限り多くのサービスを実装したいという設計者の願望に起因していたと見られるようになった。アセンブリコードを使ったり、通常はソフトウェアでサポートすることを、プロセッサのアーキテクチャに頼るなどして問題へのより実用的なアプローチを採用し、性能が劇的に改善されたマイクロカーネルが登場するようになった。 このような新世代のマイクロカーネルを従来の多くのシステムサービスを含んだ自装と区別するためナノカーネルという故障も使われた。しかし従来型のマイクロカーネルからナノカーネルへの移行がほぼ完了するとナノカーネルとは呼ばれなくなっている。マイクロカーネルと密接に関連する方式としてエクソカーネルがある。エクソカーネルはハイパーバイザーと共通点が多いが 局所性を主張することはなく、仮想機械サポートに特化している。実際、L4 マイクロカーネルファミリーは、ハイパーバイザーの実装によく使われている。プロセス間通信とは、プロセス間の通信を可能にする、何らかの機構であり、メッセージ送信がよく使われる。共有メモリも、厳密には、プロセス間通信機構の一種だが、マイクロカーネルで IPC といえば、 一般にメッセージを指す。IPC により、OS をサーバといういくつかの小さなプログラムで構築することができ、IPC を使ってサーバを他から呼び出すことができる。周辺ハードウェアのサポートもそのように実装でき、サーバにはデバイスドライバネットワークのプロトコルスタック、ファイルシステム、グラフィックスなど様々なものがある。IPC には同期式と非同期式がある。 非同期 IPC はネットワーク通信に似ている。送信側はメッセージを発行して処理を継続する。受信側はメッセージの到着を定期的にチェックするか何らかの検出機構で通知される。非同期 IPC ではカーネルがメッセージ用のバッファーと Q を管理しており、バッファーオーバーフローもカーネルが扱う。また、メッセージは2回コピーされる。同期 IPC では送信側か。 受信側はもう一方が IPC 可能となるまでブロックされる。バッファリングも複数回のコピーも不要だが、明示的に両者が待ち合わせる必要があるため、プログラミングに巧妙さを必要とする。多くのプログラマは非同期送信と同期受信を好む。第一世代のマイクロカーネルは一般に同期 IPC も非同期 IPC もサポートしていたが、その性能は悪かった。 ヨハン・リトッキーはその原因が IPC 機構の設計と実装にあることを示した。彼は L4 マイクロカーネルで IPC コストを10分の1以下にした。IPC は送信も受信もシステムコールでサポートされ、同期式のみであり、レジスタでなるべく多くのデータを渡すようにしている。さらにリトッキーは、 ダイレクトプロセススイッチという概念を導入し、IPC の際に送信側から受信側へ直接コンテキストスイッチを行うようにした。そのため、L4 ではメッセージの一部、または全部をレジスタ群で渡す場合、レジスタ内のメッセージは全くコピーせずに転送することができる。さらに、スケジューラーを呼び出すオーバーヘッドを排除している。 これは特に遠隔手続き呼び出し的にサーバーを呼び出す際の IPC に適している。もう一つの最適化として、レイジースケジューリングと呼ばれるものがあり、IPC 中にスケジューリング級を操作せずに済むようするため、IPC 中はスレッドをレディキューでブロックしたままにする。スケジューラーが呼び出されると、そのようなスレッドを適当な待ちーに移す。 クライアントサーバー型システムでは多くの通信が基本的に同期式であり非同期なプリミティブを使っていたとしても通常はクライアントがサーバーを呼び出し応答を待つことになるその方が実装も効率的になるため L4 以降のマイクロカーネルでは同期 IPC プリミティブのみを提供するようになった非同期 IPC は補助スレッドを使って 同期 IPC プリミティブウェイで実装できる。しかし、L4 を採用した商用製品では、非同期通信サポートのために非同期通知機構が必要であることが判明し、それを追加している。このシグナルのような機構はデータを転送するものではなく、カーネルによるバッファーリングが不要である。同期 IPC では通信の一方が応答可能になるまでもう一方がブロックされる。したがって、 無制限に IPC を使用すると容易にデッドロック状態が発生する。また、クライアントが要求を送って応答を待ち合わせないようにすると容易にドス攻撃のような状態になる。従って同期 IPC では長期にわたるブロックを防ぐ手段を提供しなければならない。多くのマイクロカーネルは IPC 呼び出しにタイムアウトを提供しており、ブロック時間を制限している。 実際にはタイムアウト時間の設定は難しく、結果としてクライアントのタイムアウトは無制限、サーバのタイムアウトはゼロとすることが多い。結果としてタイムアウト時間を任意に設定できるようにせず、相手が応答可能でない場合に IPC を即座に失敗させるかどうかを示すフラグだけを用意する傾向になってきた。それによって、 タイムアウト時間としてゼロか無制限かを選択することになる。L4 やミニックスの最近のバージョンもそのようになっている。マイクロカーネルでのサーバはデーモンのようなものだが一部のサーバは物理メモリ空間の一部にアクセスできる特権を与えられている。それによりデバイスドライバのサーバがハードウェアと直接やり取りできるようになっている。 ム用マイクロカーネルにおける基本的サーバとしては、ファイルシステムサーバ、デバイスドライバサーバ、ネットワークサーバ、ディスプレイサーバ、ユーザーインターフェースデバイスのサーバなどがある。これらのサーバ群で、ユニックス系のモノリシックカーネルの提供するサービスを、ほぼカバーしている。必須サーバは立ち上げ時に起動して、サービスを開始する。サーバは、ユーザーアプリケーションと同様の環境で動作し、 その開発もアプリケーションと似ている。カーネル開発で必要となる頻繁なビルドとリブートは不要である。さらに、サーバで障害が発生してもシステム全体がクラッシュすることはなく、単にそのサーバを再起動すればよい。しかし、サーバで障害が発生することでシステム状態の一部が失われることがあるため、アプリケーション側もサーバ障害に対応する必要がある。例えば、 tcp, ip 接続を担うサーバがあるとする。このサーバを再起動すると、アプリケーションから見て、コネクションが失われることになるが、これは通常のネットワークでも起き得る障害である。しかしアプリケーションが障害発生を予期していないサービスの場合、アプリケーションのコードを修正する必要がある。QNX では、サーバの再起動への対応として、 QNX ハイア h Availability が提供されている。全サーバーを再起動可能にするため、トランザクションやレプリケーションやチェックポインティングといったデータベース的技法を取り入れているマイクロカーネルもある。例えばコリソスがあり、電気通信業界の更新頼アプリケーション用にそのような機能を備えている。ダイレクトメモリーアクセスを頻繁に行うデバイスドライバーは、 カーネルのデータ構造を含めた物理メモリの22の位置に書き込める必要がある。そのようなドライバは信頼されていなければならないが、必ずしもカーネル内に含まれている必要はない。実際、カーネルの一部だからといって、デバイスドライバがより信頼できるというわけではない。デバイスドライバをユーザー空間で動作させたとしても、ドライバが発生しうる。 障害のダメージが低減されることはないが、バグのあるドライバによってシステムの安定性が影響を受けにくくするという効果はある。ドライバのコード自体が不正なメモリアクセスを行う場合、メモリ管理ハードウェアが捉えることになる。さらにドマを行わないデバイスではユーザー空間で動作させることでドライバを信頼されないものとすることができる。最近では、 イオンムを備えたコンピュータが増えており、イオンムを使ってデバイスの物理メモリアクセスを制限できることが多い。これもユーザーモードのドライバを信頼されないものとすることができる。ユーザーモードのドライバは実際にはマイクロカーネルより古くから存在する。1967年のミシガンターミナルシステムで初めてユーザー空間のドライバがサポートされた。歴史的には ドライバーをカーネルに含めることはあまり問題とされなかった。周辺デバイスの数は少なく特権が必須だったためであり、カーネルに含めることで性能問題を防いでいた。ユニックスもそのスタイルを踏襲し、Linux や Windows XP 以前の Windows も同様だった。デバイスの種類が豊富になってくると、ドライバのコード量も増大するようになり、 カーネル全体に占める割合も増えていった。マイクロカーネル上で任意の OS サービス群を構築しなければならない場合、マイクロカーネルはいくつかの中核機能を提供しなければならない。最小でも以下が含まれる。このような最小設計は、パーブ・リンチ、ハンセンのニュークリアスと IBM の VM のハイパーバイザーが先駆けである。そして、リトッキーの極小原則として、 次のように定式化された。あるコンセプトがマイクロカーネル内で許容されるのは、それをカーネルの外に移したとき、すなわち競合実装が許容されるとき、システムに要求される機能の実装が妨げられる場合のみである。他のあらゆるものはユーザーモードのプログラムとして実装できるが、デバイスドライバをユーザーアップログラムとして実装する場合、一部のプロセッサーアーキテクチャではい、 大ハードウェアにアクセスするための特別な特権を必要とする。極小原則とも関連し、マイクロカーネル設計で重要な観点として、機構と方針の分離があり、極小のカーネル上に任意のシステムを構築できるようにするのに必要である。方針をカーネル内で実装すると、ユーザーレベルでは上書きできず、マイクロカーネルの可能性が一般に制限される。 ユーザーレベルのサーバで実装された方針はサーバを置換することで変更できる。効率化のため、ほとんどのマイクロカーネルはスケジューラーとタイマー管理を含んでおり、局所原理と機構と方針の分離の原則に反している。マイクロカーネルを使ったシステムの立ち上げでは、カーネル内に含まれないデバイスドライバーが必要になる。一般に必要なデバイスドライバーをカーネルとともに、 パッケージ化してブートイメージを作成する必要があり、カーネルはデバイスドライバーを配置して起動する手順をサポートしている必要がある。例えば L4 ではそのようなブート方式になっている。一部のマイクロカーネルは重要なデバイスドライバーをカーネルに含めており、リンクサースや元々のミニックスが挙げられる。ブートを単純化するため、ファイルシステムまでもカーネルに含める場合がある。 マルチブート対応のブートローダからブートできるマイクロカーネルのシステムもある。その場合、静的リンクされたサーバ群をロードするか、OS イメージをマウントすることで立ち上げを続行する。マイクロカーネルにおいては、IPC システムと仮想記憶管理の設計が重要であり、ページフォールと処理やスワッピングをユーザーモードのサーバで安全に実装できるようにすることが肝要である。 全サービスがユーザーモードのプログラムで実行されるので、それらプログラム間の効率的通信手段が必須である。これはモノリシックカーネルに比べてはるかに重要である。効率化するには IPC システムのオーバーヘッドを小さくするだけでなく CPU スケジューリングともうまくやり取りしなければならない。多くの主流のプロセッサにおいてサービスを得るのにかかるコストは モノリシックカーネルよりもマイクロカーネルの方が本質的に高い。モノリシックなシステムではサービスを得るのに1回のシステムコールを使用し、その際に2回のモード切り替えを必要とする。マイクロカーネルを採用したシステムではサービスを得るにはサーバに IPC メッセージを送り、別の IPC メッセージで結果を得る必要がある。この時ドライバがプロセスとして実装されていれば、 コンテキストスイッチが必要であり、プロシージャーとして実装されていれば、関数呼び出しが必要である。さらに実際にデータをサーバーに渡して、結果のデータを戻してもらうには、データをコピーする、オーバーヘッドが余分にかかる。モノリシックカーネルでは、クライアントの持つバッファにあるデータに直接アクセス、可能である。したがって、マイクロカーネルシステムには、性能問題が潜在している。 実際、マッハやコリソスといった第一世代のマイクロカーネルを採用したシステムの性能は低かった。しかしヨハン・リトッキーは、マッハの性能問題は設計と実装がまずかったためであることを示し、特にマッハがページキャッシュを使いすぎていることを指摘した。リトッキーは、自身の L4 マイクロカーネルを注意深く設計、実装することで、 特に極小原則に従えば IPC コストをマッハの10分の1以下にできることを証明した。L4 の IPC 性能は様々なアーキテクチャ上で最速を誇った。そういった結果により第1世代のマイクロカーネルの性能の低さは第2世代の L4 などのマイクロカーネルには当てはまらないことを示したがマイクロカーネルをベースにしたシステムが高性能を 発揮できることを証明したわけではなかった。それでもモノリシックな Linux サーバを L4 上に移植したものは通常の Linux に対して数パーセントのオーバーヘッドを示しただけだった。しかし単一サーバシステムはマイクロカーネルの利点を生かしているとは言いがたく、OS の機能を複数のサーバに分離した時の性能が重要だとされた。 複数サーバの商用システムはいくつか存在しており、例えばリアルタイムオペレーティングシステムの QNVEX やインテグラティがある。そういったシステムとモノリシックなシステムとの包括的性能比較は公表されたことがない。さらに言えばそれら商用システムでは性能が最重要課題ではないようで割り込み応答時間の保証や眼鏡性のための単純さが強調されている。 複数サーバの高性能 OS を構築する試みとして IBM のそミ見る Linux というプロジェクトがあった。しかし、このプロジェクトは完了することなく中止された。同じ頃、Gigabit Ethernet のような高速デバイスのデバイスドライバをユーザーレベルで実装したものがカーネル内のデバイスドライバと同等の性能を発揮することが示されている。これは複数サーバの高性能システムが 構築可能であることを示唆している。マイクロカーネルはセキュリティ面で優れているとよく言われてきた。セキュリティの観点ではマイクロカーネルの極小原則は全てのコードについて必要とされる機能を提供するのに必要な権限だけを持つべきであるという最小権限の原則の直接的規決である。極小性はシステムのトラステッドコンピューティングベースを極小に 保つべきであることを要求する。カーネルは常に TCB の一部であり、セキュリティ指向設計ではそれを極小化するのが自然である。結果として、マイクロカーネル設計は高度なセキュリティを要求される用途で採用されており、例えばキーコス、エロス、軍用システムなどがある。実際、コモンクライテリアの最高保証レベルでは、対象の評価が単純であること。 複雑なシステムの真の信頼性を確立するのに実際的不可能性を確認できることを明示的に要求している。近年のマイクロカーネル研究開発はカーネル API の形式仕様とその API のセキュリティ属性の形式的証明に集中している。第一の例としてエロスでの隔離機構の数学的証明があり、エロス API を単純化したモデルに基づいている。 より最近の例として、L4 のバージョンの一種である ZL4 のプロテクションモデルについて、自動検証された包括的な証明がなされている。それにより、第三世代マイクロカーネルと呼ばれるものが生まれている。これは、セキュリティ指向の API、ケーパビリティによるリソースアクセス制御、最重要概念としての仮想化、カーネル資源管理への革新的アプローチ、 形式的分析に適した設計などを特徴としつつ、性能向上を目標としたものである。例として、コヨーテス、セル4、ノバ、フィアスコ、OC などがある。セル4の場合、実装についての完全な形式的検証がなされており、形式仕様と実装が一致していることが数学的に証明されている。それにより、API について証明された属性が、 実際のカーネルでも保持されていることが保証でき、CCEL7 をも超える保証の程度となっている。ナノカーネル、またはピコカーネルという用語は、歴史的には次のような意味で使われてきた。カーネルコードの量、すなわちハードウェアの特権モードで実行されるコードの量が極めて小さいカーネル。カーネルが極めて小さいことを強調する際に、ピコカーネルという呼称も使われた。 ナノカーネルという用語を生み出したのは、ジョナサン・エス・シャピロで、ザキーコス・ナンル・カーネル・アーキテクチャーという論文で、初めて使っている。それはマッハへの霊障的反応であった。彼はマッハについて、本質的に、非構造的であり、モノリシックであるのにマイクロカーネルと主張しているだけで、置き換えようとしているものより性能が悪いと評した。その用語が他でも使われ、さらに、 ピコカーネルという故障が生まれた背景には、従来のマイクロカーネルが、カーネルが小さいという点から大きく外れていったことを、示唆している。その後、ナノカーネルとピコカーネルは、マイクロカーネルと同じ意味で使われるようになった。OS の下にある仮想仮想。より正確には、ハイパーバイザーと呼ばれる。カーネルの最下層部を形成しているハードウェア、抽象仮想。例えばディオスがあり。 通常の OS にリアルタイム機能を提供するのに使われる。また、小さくないカーネルをナノカーネルと呼ぶ要例も少なくとも一つあり、その場合はクロック感覚としてナノ秒単位までサポートしているカーネルを指す。ありがとうございます。